フレッドが面倒をかけたね。友人だった父親が死んでから私が後見人になったんだが。シエロはどこだ？ああ、教会の工作員かと思ったのでね、別室に控えてもらっている。何これ？とても作り物には見えないな。どういう意味だ？見せたいものがある。ジャンクヤード？正式にはアスラプロジェクトステージ1。紫外線を想定した仮想空間だ。何言ってるの？君たちも、君たちがいた世界も、教会がテクノシャーマンに作らせたプログラムだということさ。おい、酒の飲みすぎでおかしくなったのか？アスラプロジェクト。この世界の兵士にインプラントする戦闘用強化 AI の開発計画だ。本来ならば君たちはチップとしてこの世に取り出されるはずだった。ステージ1は最も優秀な AI を選別するための闘技場。神の知恵を盗んで作られた煉獄だ。戦はもっと厳しくなる。神の呪いだな。神？そう、神だ。20世紀末、30年ほど前だが、全世界的な異変が注目されだした。突然変異病原体の蔓延、異常気象、環境ホルモンによる生態系の破壊、そしてキュビエ症候。いつの時代にも天才はいるものだ。10年前、全ての原因が同じと気づき警鐘を鳴らした人物がいた。ジェナ・エンジェル。国際環境保健機構時代の写真だ。こいつ、貴様らの信じる者がいかに無価値か教えてやろう。彼女は全ての異変が光に紛れて太陽から降り注ぐ情報のためだと看破した。太陽は巨大な情報集積体。彼は太古の昔からそこにあり、地球環境に影響を与え続けてきた。神にも等しい存在というわけだ。その神と俺たちに何の関係がある？人は永遠に神の忌み子だ。どんな知識や情報も殺し合いの道具に使われる。最悪から逃れるため設立された教会は軍に歪められ、君たちが作られた。人の知恵と技術だけで君らのような完璧な AI は作れんよ。俺たちを作ったのはテクノシャーマンとか言ったな。電脳の巫女。神と交信し、その情報を唯一引き出せる存在だ。教会の要だよ。あの子が教会の手先？あたしたちはあの子を守ろうとした。その気持ちも作り物だっていうの？そうプログラムされたからだろう。じゃああの子の態度は？芸術家は類いまれな完成品に愛情。嘘だ！落ち着け。どうやってこれだけの情報を得た？教会内部に協力者がいるんだ。今までの話が嘘ではないという証は？悪魔化ウイルスの構成データだ。君たちが来る少し前に送られてきた。複
雑な波長パターンの電磁波だが、死者した者は君たちと同じになった。そして何より君たちがここにいる。神も巫女も信じるしかないだろう。5年前、教会の中で一体何が起きたのか知りたくはないか。シエロ君から聞いたよ。テレンス・イーベック大佐、君たちがこの世界で死んだ人間だと断言したのはこの男だ。まるで違う顔だ。彼は当時のアスラ計画の責任者だが、神が狂った日に死んでいる。現実で死んだはずの男が仮想世界の君に殺されたという。おかしな話じゃないか。彼も君も作られたプログラムのはずだ。この日何かが起きたんだ。全てはテクノシャーマンが知っている。君たちと彼らを結ぶ因縁の全てをね。回りくどい言い方はよせ。俺たちに何をさせたい。テクノシャーマンの身柄が欲しい。彼女はこの子のような孤児を産んだ。だが世界を元に戻すためにはその力が必要だ。お前たちは何をする。侵入経路の情報、それに貴重な物資をくれてやる。シエロは人質か。足りないな。何？俺たちと同じようになった者がいると言った。そいつを同行させろ。我々に化け物になれというのか。本音が出たな。俺はお前たちに来いとは言っていない。それとできない理由でもあるのか。したな。本当かよ、ロワルド。いつ自我をなくすかわからないんだ。仕方なかった。これは交渉じゃない、脅迫だ。お前たちは誇りとは無縁のようだ。 AI 不正が何を抜かすか。確かに俺たちはお前たちが恐れる人食いの化け物だ。だがジャンクヤードの誰もが生きるため自分の力で戦ってきた。それが作られたものだなど俺は認めない。これがニルバーナの人間か。ルーパが報われ。そうだな、お前の考えている条件はお前たちのためじゃない。あくまで俺たちとセラ、フレッドのためだ。ゲイル、シエロのことを見てやってくれ。
例のアスラたちを失ったせいで、カタクナに従うことを拒否しています。もう5年も経ったのね。あんなに小さかったのに。中身はまだ7歳の子供です。方針通り、全部前頭葉の切除を始めます。ジェナ、あなたの中の愛は死んでしまったの。あなた一人の精子と卵子から生まれた子だけれど、実の娘でしょ。娘だから憎んでいる。私はそれほど強量ではありません。この体のことなど。年を取ると心配性になってね。怖いのよ。最近のあなたを見ていると、すべてを憎んでいるんじゃないかって。マダム・マルゴ、確かに私は変わりました。でも、まだ人間を見捨てたわけではありません。
ならいいの。手術は必要ありませんよ。ニルバーナ計画を先送りするのですか？こちらでしたか。申し訳ありません。内部情報の漏洩が発覚いたしました。まあ失態だな、警備部長。どこまで漏れた？あ、まだそこまでは。昔の光ケーブルが生きていたようでして、すでに兵を回してあります。内通者の特定も全力で進めております。困ったものね。バレたのはいい。だが手術が必要ないとはどういうことだ。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
廊下パーラか。遅いじゃないか。連中なら穴蔵で震えてるわ。お前たち。私たちは代理ってとこ。どうしたの？いや、ずいぶん若いな。それよりトンネルのことバレてるわよ。なんだって？時間がない。セラはどこだ？ああ、この上に加護庫、収容所がある。捕虜解放しろ。その混乱に乗じて本部ビルにいるセラをダッシュするんだ。捕虜の指揮は誰が取るの？ただの烏合の衆なんでしょ。すぐ鎮圧されるわ。指揮は廊下パーラが取ろう。おひさ、あなたたち。これでイーブンだろう。どういう風の吹き回しだ。誇りをなくした人間は悪魔以下だと散々罵られたよ。酔いが覚めた。罪滅ぼしもしなければならんしね。どうだか調子のいいこと言って私たちを教会に売ろうって言うんじゃないでしょうね。報道で示すよ。私が君たちに同行する。疑念が晴れなければいつでも殺してくれ。結構何でもいい。早くしてくれ。